おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト。今週は富山県黒部市浄土真宗本願寺派善行寺住職雪山俊孝さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も雪山さんとおしゃべりをしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、一旦こう紆余曲折ありながら振り切って住職やるぞという、ところまで昨日伺ったんですけど、まあ、多分、なんかその頃からそんなに変わってないんじゃないですか。なんだろう。そういう言い方もあれだけど。いや、その頃っていうと。その心が、よし、ここから新たな気持ちでやろうってなってから。いや、まあ勝手な想像ですけど。まあ、多分その頃から僕と、まあなんとなくお付き合いも、まあそう遠くない頃から多分、交流があったと思うんですけど、結構昔から、まあ、声を聞いてても、健康っていうか、そうです。なんか、さっぱりした感じ。何か、どっかでそこをこう、突き抜けた一つのタイミングがあったんだなと思って、こう。まあでも、そこの、まあさっきの、さあ、前回の、出家ならぬ家出事件はやっぱり大きな分岐点で、その後は確かになんていうかこう、歩み出したっていうのがあるんですけど、まあ、ただ、さすがにね、そこからまたこう、今に至るまでっていうのは、やっぱりまたいろんな波はあるんで。まあ、家出は2回目はしないまでも、まあそうそう、しないまでも、やっぱり、どなたにもあるように、いろいろドラマはあるんだけども、まあ今おっしゃったように、こう、お坊さんとしてのなんていうか立ち位置というかやっていこうっていう気持ち的な部分では、そこから、変わってない部分は多分あるんだろうなと思いますね。そうですよね。で、まあその先代さんからの、カルチャーっていうのもあると思うんですけど、そうそう、印象的なのは、善行寺さんに、あれ、なんて言うんだっけ、バーカウンターみたいなのあるじゃないですか。ああ、会館。門徒会館があって、門徒会館と称しているんだけど、はい、そうそうそう。なんか、門徒会館って言うともうちょっと、普通渋い、なんか畳の大広間かなんか思い浮かべると思うんですけど、なんか、ちょっとこう、ロッジ風な感じでカウンターがあって、ちょっと一杯飲んでこうかっていう、そういうね、素敵な空間がありましたね。はい。あれは本当に先代のね、最後の遺作なんですけど、要はね、闘病生活中にその計画立てて、なんて言うんでしょうかね、もうその危機迫る状態で推し進めた計画だったんで、結構反対者もいたんだけれども、もう突っ切ったってやつなんで、だからなんていうかこう、やっぱりその次世代のためにというか、まあ、要は息子たちのためにだと思うんですけど、その息子たちが使いやすい形の交流の場所を作りたいっていうのが、多分曲げずに結構行ったんだろうなっていう、感じはあります。命がけでっていうか、ね、そういう、こう、その勢いで来られるともうちょっと誰も反対できないみたいな。いや、ほんと。
そうですね。それはありますね。だって、その40人もずらっというね、うん、まあ、地域の、うん、うるさ型がこう集まっているようなところで。ベテランがね。うん、ねえ、なかなか大変だったと思うんですけど、まあでも。いや、そう。当時はやっぱりね、うん、もっとごついのが多分いたから。そうですね。まあ要はね、昔のね、ああいうお寺の役員さんたちってもう自分とこの寺やっていう、そのなんていうか、思いが強いから、うん、その分ね、やっぱりこう、自分の思いと違うものっていうのに対するアンチもすごいことになるんで、うん、だからその辺での格闘はものすごくあって、今でもやっぱりね、それを、なんて言うんだろう、こう、その足跡がまだ見られるぐらいに、うん、あの門徒会館は俺は絶対反対やったんやっていう人は、今も、やっぱいるんです。うん。そうか。うん、まあ何をやるにもね、そういうところはありますね。それはあると思います。うん。でも、まあ、遊びにね、行かしてもらったものとしてはすごく素敵な空間で、うん、またあそこでちょっと簡単に座ってね、語らいたいなっていう。ぜひぜひ。ね、いや、ここは本当にね、僕もありがたいことに、あこで、だからこう、まあ、同世代ももちろんなんだけど、いろんな人と、この交流しやすい、本当スペース作ってくれたなっていう。で、また、みんなが来やすいね、本当場所を作ってくれたなっていうのは、うん。本当に思います。ですよね。ライブの時だってね、あそこにみんなでちょっと溜まって、うん、そうなんです。交流したりとか。はい。うん。役員会もね、二次会は必ずあそこでお酒を飲むことないっていう場所になってるんで。はい。そうですよね。うん、そう。まあ、そんな空間も活かしつつ、やっぱその、地域のお寺の住職として、うん。うん。まあ、腹も据わってきて、うん。最初は、衣着るだけで、まあ、とりあえずお経を読んどくっていう、まあ、10代ですか、それこそ。そうですね、うん、10代ですよね。だった頃から比べると、やっぱその一つのお寺の住職として、コミュニティを意識して活動していくっていう方向性が、うんうん、出てくるわけですかね。そうですね。うん。うん、だから今は、最近どんな感じなんですか？まあ、お寺座ライブもね、ええ、まあ、すごい定着して続けてもらえ、うん、あとは、あれか、触れないわけにはいかない、メリシャカ。はい、ああ、はいはい。ああ、でも、でもというか、あれは、なんだろう。そこは地域はあんま関係ないもんな。地域は関係ないですよね。あれはちょうどだから、うん、松本さんとかをインターネットで見かけてた時代で、うん、ちょうどそのインターネットが始まるぐらいの2005年前後かな、うん、時にちょうど僕もホームページを作って何か発信していこうっていう時に、いわゆる同世代のお坊さんたちで当時そのブログとかを始めた人が何人かいて、うん、で、そこの何人かとこう交流というか、まあ、メールを送り合ったりして、一人でブログやるなら二人でやろうよ、的なノリの、なんかサークルみたいなノリで。うんうん、そうでしたよね。そう。で、うん、お坊さん何人かで、一つチームでやろうっていう、メリシャカっていうチームを、多分、彼岸寺とかと割と近い時期に。そうですね。うん、当時やってましたね。あれも、ね、なんて言うんだろう。みんな結構地方のお寺に帰ってたりとか、そういうメンバーが、なんかこう、やっぱりどうしてもほら、地方寺院にいると、いろんな意味でこう、孤独さもあるから、うん、まあそんな中でね、なんかこう、それぞれにこう、全国で頑張ってるメンバーがいるっていうのは、まあいろんな励みになるっていうか、うん。うん。そんな、だ割と、なんだろう、割とライトな、感じで、ちょっとサークル乗り的な感じだったんじゃないかなとも思ってます。うん。うん、そうですね。まあそういう横のつながりでも活動もしつつ、でも今は一番力を入れてるものっていうと、どのあたりになるんですか？今ですか？今、うん、今現在で言ったら、
だいぶ遠回りしたんですけども、うん、結構ね、あの、お寺の、まあ、要はもともとやっていた、こう、伝統的な行事、浄土真宗なら、その、法恩公とか、来ましたね。うん、永代経とか、はい。で、あと、毎月やってる定例の法座っていうのがあって、うん。そのあたりを、この3年ぐらいかな、こう、そこを、改革しようと思って、うん、この3年ぐらいはそっちにずっと今なんていうか力を注いでるというか、まあいわゆるあのお寺のベースになる部分だと思ってるんですけど、うん、まあそこがねやっぱりこうそれまでも何かしてかなきゃっていうのはずっと頭にあって、あのまあちょこっとずつ自分なりのなんていうかこう努力はしてたんですけど、うん、あのやっぱりね結構手をつけにくい部分なんですよね、この何百年と続いてる伝統行事って。いやそうですよ、特にそのそんだけあの菩提寺を、我が寺として、愛着を持っている人がいればなおさらのことですね。そうなんです、うん、あのそう先代はこうじゃなかったとか、そう、うん、わしのね子供の頃はこうじゃなかったとか、うん、いやほんとそれがね、うん、もう山のように積もってて、そのちょっとこれをこうする、うん、一つ動かすだけでも何かざわっとするみたいな、うん、そんなのがずっとあったんで、本当にずっとこうなかなか手がつけられないなっていう、ちょっとこうほんと少しずつ変えるぐらいのことしかできなかったんですけども、うん、それを、まあ、いよいよもう手つけなきゃダメでしょうってとこまで来たっていうのも あるんですよね、うんうんうん。いわゆる参拝者が少なくなってきたとか、うん、いろいろ疲弊してる部分が目に見えてきたんで、うん、もうやるでしょうっていうタイミングで、今手をつけ始めたっていうのが、この3年ぐらいでしょうかね。うん、もうそうやって、そう、もう何周もしてきた住職が、うん。うん。いよいよ、今何に力入れてるんですか？法恩公ですっていう時の迫力はありますよね。そうですか？さあ、ありがとうございます。うん、いやいやいや。いや、でもね、うん、いろいろと本当回り回るもので、なんだろう、こう、イベント、お寺座とか、そのライブイベントやったりとか、なんかその、若い人を呼ぼうっていう企画をした時の、その時の力の入れ具合ってまた、その自分がやりたいっていうのもあるから、ものすごい力入れるじゃないですか。うん、で、その時ってね、めっちゃこう、データも取って、なんかこう、うん、一回一回こう、もちろんそのアンケートの声とか、いろんな人の意見とか、うん、なんかね自分なりにいろいろこう分析して、じゃあ次はこうしようとかって組み立ててるんですよね、うん、でそれがハッと気づいたのは、あ、その伝統行事であるとか今まであったお寺の活動に、うん、そういう向き合い方したことなかったなっていうのが、うん、今更思って。そうですよね、イベントではね、今回のイベントどうでしたかとか、うんうん、次に呼んできてほしいアーティスト誰ですかとか、うん、こうアンケート聞いたりするのに、法恩公ではね、そう聞かないの、今回のお勤めはどうだったかとか、ね、満足度はどうとか、うん、そうそうそう、次はお友達を連れてきたいですかとか、次に聞きたい法話の先生は誰ですかとか、まあ、ないですもんね。ないでしょう、うん、でもそれをなんていうか、まあ、法座自体、月2回ね、法座やってるんですけど、うん、その月2回のやつを完全リニューアルして、まあ、要はね、新規の人たちも呼ぼうっていう形を取ったんで、うん、いわゆるその、門徒であるとか、地域であるとかっていう枠ももっと超えて、うん、どこからでも誰でも参加できるものを作ろうっていうふうに、それもだからちょっとゼロベースぐらいから作って、だそうするとね、やっぱその今までやってきたこうイベントのノウハウを、うん、
全部注ぎ込んで、あの、いわゆるデータを取るところからも入れて、はい。やり始めたら、やっぱいろんなものが見えてきたっていうか、その、まあ、やっぱりルーティンでやってる間はどうしてもこう見えなかった部分が、改めてね、今すごく見えてきたなっていう感じがしてます。見えてきたこととして、あの、やってみて分かったこととか、なんかその、皆さんの、例えばデータを取る、意見を聞いたりするので、思ってたのと違ったとか、なんかその辺意外性のあったこととかってあります？意外性っていうよりも、まあ大きな気づきの一つとしては、要はね、この、お寺ってこういろいろインプットが多いんですよね。その参拝者にとっては、あの、まあ、要は法話っていうのが浄土真宗をメインに置くものだから、結構1時間とかその時間を一方的にこう話聞くじゃないですか。うん、受け身っていうことですね。そう。うん、で、その気づかされたのが、アウトプットめっちゃ大事だなっていうのを思ってて、で、そのアウトプットっていうのは、要はね、その、お勤めでもお話でも何でもいいんだけども、まあ、それを受けた上で自分はどう思ってるかとか、もしくはなんていうか、なんかあそこの部分気に食わないとか、その人のこの感情の動きっていうのを出す場所がすごく今求められてるなっていうことをすごく感じて、でこれって多分ね20年ぐらい前のお寺では皆さんね勝手に出してたんですよね。ああなるほどね。あのそんなセッティングをしなくても、そう、その結局来た人たちでのコミュニケーションがあったりとか、あの、家帰ってからも話す人がいたとか、なんかそういうね、アウトプットする場所がありつつ、インプットもするから、多分うまい循環ができてたような気がするんですけど。ああ、そうかもね。確かにな。だ僕の子供の頃に来てたおばあちゃんたちはね、めっちゃそれ上手にできてたなっていうのが思って、なんかお寺に来たらもう言うたら開始の1時間以上前から来てもう本土で寝転がってたりして、ですげえ自然体で、で誰かが来たらそこでまたぐだぐだ喋り始めてまあなんだろう、法話中もね、あのトイレ行きたくなったら普通に行くし、なんかねすごいみんなマイペースに、でおそらくね、おばちゃんたちのこう、今日のご講師はなんやかんやとかっていう、多分愚痴も言ってたと思うんですよね。っていうのをうまく出してた、コミュニケーションによって多分出してたんですけど、それが今こう、ふと気づくと、今現在は、アウトプットが全くなくなったなっていうのを思ってて。いやー、それはなんかすごい大きな気づきですね。そうなんです。で、特にうちはその月2回のやる法座っていうのは、あの、結構広くにこう PR して来てもらうようにしたから、結構ね、みんなバラバラの地域から、で、結構1人とか2人でこう来るんですよね。だそうすると、まあ、要は集まったメンバーが結構バラバラだから、そこで密なコミュニケーションっていうのは、あの、まあ、もちろん回数を追うごとに少しずつ顔見知りになったりはするんだけども、まあ、そこまでミスじゃない状態で、で、そうすると参拝者同士でなんていうかこう、コミュニケーションで吐き出すっていうことはあまりないんですよね。みんなちょっとよそ行きがあるから、で、なんかこう、コミュニケーションの場所がないし、しかもこの今時はやっぱりこう、今時じゃないか、もっと前からだと思うんだけども、家に帰っても多分話す人いないんですよね。ってなるとね、インプットのみで終わっちゃうっていう。なるほどね。で、それがあの、お話が自分に
今のとその時の状況にバッチリハマってりゃそれでいいんだけど、うん、多分そんなことってめったになくて、うんうん、それって多分自分自身も思うんだけど、そんながドンハマりってあんまりないから、結局ね、なんか消化不良を起こしちゃって、うん、っていうのが、あ、実は多いんだなっていう気づきが、その、最近すごく思ってて、うん、で、じゃあどうやって、その出してもらうかっていうのに今すごい意識を向けてるんです。まあ、今時で言うと、ワークショップ化するっていうことですよね。あ、いや、でもね、そうじゃなくて。そうじゃないんだ。そうじゃないんです。だそのパターンでもやったんですけども、うん、要はね、その、お勤めしてお話を聞いてっていうモデルはそのままに残しながら、うんうん、まあ僕自身がそうなんですけども、その参加者の人たちとまあ単純になるべく言葉交わそうとか、うん、で、今ちょうどコロナ禍中だから難しいんですけど、まあ要は食事の場があって、うん、で、それから終わった後にさっき前回話してた会館のそのバーカウンターの場所をカフェ化して、うん、まあ要はお茶の時間を作ってみたいな、うん、っていう、要はその講座以外の時間でコミュニケーションできる場を、なるべくこうなんていうか大事にしてるというか、うん、そこでなるべくこう話せる場を作ろうとか、で、あと、その言葉にこうしにくい人にはっていうので、一応アンケートも毎回全員に出してみたいな。うん、なんか、何かでとにかく出してもらえれば、結構、あ、割と一言言うだけで結構スッキリした顔で帰ってもらえたな、みたいな。なんか、うん、うん。なんかそういうのがね、こう体感できたというか。ああ。うん。そうですね。うん。それが、そうか、その、かつては、そんなにその、お寺側、うん、住職側が、うん、まあ何か手立てをしなくても、うんうんうん、まあ、勝手にそういうふうにアウトプットしてたから、ええ、まあこっち側としては、そんなに何を用意しなくてもよかったんだけれども、今は、うん、ちょっとした仕掛け、うん、きっかけを作ってあげるっていうことが、まあ、うん、時代的に必要になってきたっていうことなんですね。いやー、なりましたね。で、うん、それがこう、このコロナ禍っていうのと結構、まあ、噛み合ったというか、うん、なんかね、その、法音校とか永代教って、一点集中で100人集まったりするようなやつを、コロナ禍中、この分散型にしたんですよね。はい。そういうお寺多いですね。うん。そうそう。で、それをね、うちなんかは、要はだから、多くても2、30人に留める形で日数を分けたりとか、うん。したんですけども、うん。で、それが結構大きくて、その、まあ、要はね、50人以上ぐらいって、多分もうね、コミュニケーションって取れないんですよね。こっちも、見れない。うん、そこまで目が届かないんだけど、うん、2、30人って目が届くんですよね。うん、だから、あの人、なんか一人にポツンとなってるとか、うん、なんかそういうのが、気づける人数というか。そうですね。小学校のクラスでも、まあちょっと少ないぐらいのね。うんうん、そうそう。だから。うん。うん。それがね、今ちょうどその、これもたまたまされてコロナ禍っていう中で、分散にした結果、ああ、これでちょっと、いわゆる毎月やってる法座と同じぐらいの人数になったから、うん。あ、目が届くと思って、っていう部分で、だから多分これコロナが関係なくなっても多分このやり方は今後やっていくだろうなってぐらいに、うん。あんまり一点集中は、しない形が今かなっていうふうに思ってて。うん。うん。なんかね、多分、
コミュニケーションがこう活発な人たちが年に一回ドカーンと集まるのは多分めっちゃ盛り上がるんですけど。うん。そうね。フェス的な。そう。だけど今って多分そんな感じじゃないんですよね。その、普段そんなコミュニケーション取ってないから、うん、そこで100人集まってもあんまり盛り上がらないというか、だから、むしろもっぺんこの分散の中で、もっぺん改めてこうコミュニケーション一つ一つこう丁寧にこう重ねてって、うん、もっぺんそこをなんていうかこう、そこから始めないと、うん、っていうのが今ちょうどタイミング来てるなっていうふうに思ってます。いやー、まあ、なんか大事なところをされてますね。さすがっていうか。いやいや、でも、それもね、こう、回り回っての、気づきというか、なんかでもコミュニケーションのあり方がね、本当にいろいろ変化があるなっていうふうには思ってて、だから若い人だったら、多分、なんて言うんだろう、ファシリテーターがいて、こう、なんか、一人一言ずつ喋らせたりとか、ああいうのに対応できるように今の若い人はなってると思うんだけど、ちょっと上の世代の人たちね、あれ苦手なんですよ。苦手ですよ。苦手。あんな急に振られたら困る、困るから。特にね、その、壮大のおじさんたちとか、じゃ嫌がるでしょ。そう、いや、嫌なんで。だから、ね。それがあるんだったら俺は来ねえとか言うんですか。そう。だから、それを、要はもう自然な中で喋れる環境がないと、もっとラフな、ところでコミュニケーション取れる場所を作らないと多分ね、ああダメなんだっていうのが、なんかすごい思いましたね。いやわかる。わかりますか。はい。じゃ今日はこの辺で。あ、はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
Thank you.
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。
ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。